ばんは、番組アシスタントの井上直美です。この番組は生放送でお届けしています。番組への感想、またご質問などを寄せください。アドレスは泉流@mupal.jp です。それではご紹介します。泉流宗家宗家会理事長、泉節子さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は暑かったですね。本当に、はい、なんか東京30度でした。そうで、そんなに上がったんですか。なんかすごく暑くて、はい、はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、本日は、はい、狂言の歌いという、はい、動画と、あと設置、はい、花の会という動画を、はい、皆様に見ていただこうと思うのですが、そうですね、はい、まず、はい、狂言の歌いというのは、はい、泉私ども、はい、はい、宗家で練習されているものなんですか。私どもがお教えしている部分もありますし、はい、竹がお教えするところもありますけどね、弟子家で、はい、そうなんですね。それはもうそれぞれ皆さんが師匠をお選びになって、はい、お稽古に通われますけれども、今回は、はい、泉流宗家のそのお歌い、はい、まあ、狂言小歌いって言いますけどね、はい、室町歌謡とも言います。そう、室町時代にできたものですのでね、はい、はい、それの今日は特に鶴亀の舞というお稽古をさせていただいているのをぜひ、はい、はい、そして設置花の会という動画もあるそうなんですが、はい、設置花の会は今回で何度目になるんですか。24回目ぐらいだと思いますね。もう結構長くやられているんですね、はい、足掛け3年目です。はい、はい、はい、それでは早速ですが、はい、皆様に見ていただこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、VTR の方どうぞ。今回は皆様に狂言に近づいていただきたくて、狂言のお稽古お見せすることにいたしました。有名な小唄の鶴亀の舞の稽古を長女の泉純子より、長女の子供の泉京子とともに私もお稽古で、つけていただくことに、しました。狂言のお稽古は心と体にとてもいいんでございます。皆様も姿勢を正しくして声を出して、ぜひ一緒に狂言を体験していただけましたらと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。長女の泉純子がお稽古を、はい、私と長女の子供に、はい、よろしくお願いいたします、はい、理事長も一緒にやられてるんですね。そうなんです、はい、よろしくお願いいたします。では最初一句ずつ。よーろーよーろーめでたよ、よーろーよーろーめでたよ。はい、お腹からもう一度。よーそうです、はい、それを正しくこれはうちの舞台なんですけどね。そうですね、はい、式舞台に作ってございますので、ちゃんと三言手法ありますし、そうですね、はい、しるしとて
3回繰り返していただけますね。はい、あの1回歌う師匠が歌います、はいはい、そこで一緒に歌っていただきます。その次1人です。で最後3回目も1人です。はい、それで全部覚えてください。こういうことでございます。はい、それをもう皆さんそう繰り返してそうです、今までやってこられたとすごい。そうなんですよね。もうですからあの、はい、集中力と緊張感と、はい、それからもう全神経を、はい、前向きに。そうですよね、はい、そういうことですね。繰り返すだけでも結構大変なのに、それも全部覚えていかないといけない。そうなんですね、口伝伝承ですから。そうですよね、はい、ですからこの、あの今も長女の子供の泉京子って申しますけどね、はい、もう本当に鈴の鳴るようなコロ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 した可愛くて美しい声ですよね、はい、私の年齢になりますとね結構声もザカザカになってますからすごい腹式呼吸いたします、はい、腹式呼吸で、はい、なんか本当痩せそうですよね、こう喋っているだけで、はい、でやはりこう背筋をスッとこう、はい、ピンと伸ばして、はい、師匠を見た通りを繰り返すということで、そうですよね。なかなかないですよね、そう見たままをやるっていうそうなんですよね、はい、でもやはり、はい、姿勢も良くなりますし、弱いを授け、弱いを授け、なかなか大変でございまして、はい、これから泉純子に、
狂言小唄を、通して歌っていただいて、皆様姿勢を正しくしていただきまして、泉純子から、はい、習っていただきたいと思いますので、ぜひ皆様ご一緒に声を出して歌ってくださいませ。でも気持ちのいいものですよ。そうですね、はい、もう姿勢正して、はい、よろよろみじたよ、みじたよの曇らぬ御世の印とて、緑の亀も舞い遊べば、単調の鶴も飛び回り、今この君に一千年の弱いを授け、たてまつり弱いを授け、たてまつりて武力をなすこそ、めでたけれ。今お稽古いたしております狂言小唄鶴亀の舞は、このめでたき御世に鶴と亀が舞い遊び、千年の弱いを授けて、めでたく舞い納めるという意味を持っております。とても修験性に富んだおめでたい一曲になります。この鶴亀の舞の小唄は強銀と呼ばれ、最初からやらやらめでたやめでたやな、常に声を張って歌っていきます。そして、鶴と亀が舞い遊ぶというところからも日本の伝統的なおめでたい景色を描いております。心も晴れやかに、声も晴れやかに、しっかりと最後まで歌い納める、そういったところがポイントになります。室町歌謡と呼ばれます狂言の小唄、一句ずつ口伝でお稽古するのが昔からの方式です。では皆さんも一緒に私の後について一句ずつお稽古してまいりましょう。やらやらみじたよ、みじたよ、曇らぬ御世の印とて、緑の亀も舞い遊べば、単調の鶴も飛び回り、今この君に一千年
それでは最後になりました。もう一度最後の部分だけ繰り返してみましょう。私の後についてやってください。武力をなすこそめでたけれ。皆様、狂言のお稽古いかがでしたか。私どもは狂言のお稽古を通して、姿勢を正しく、そして大きな声を出すことによって腹式呼吸でこう体を鍛え、それから皆さんアンチエイジングっていう言葉があるように、狂言の歌い非常にアンチエイジングによろしいかと思います。そしてみんな泉純子をはじめ、三宅藤九郎も、それから泉元や宗家もみんなお稽古教室を持っております。狂言教室へぜひ お足を運んでいただきまして、お稽古をしていただけましたら大変よろしいのではないかと思っております。それでは皆様、狂言のお稽古を始めていただければと思います。どうぞどうぞよろしくお願いを申し上げます。おー、うんよくと大きなお口で、なすこそ、はい、途中で息を吸わないように頑張ってください。難しいですよね、なかなかね、できそうで実際やったら難しいですよね。結構ね、はい、やっぱりブレス、息を継ぐところをね、はい、間違えないようにしませんと言葉が切れちゃう。ということでございます。はい。はい、美味しそう。昔懐かしい。はい。はい、梅干しと。今、小舞台のお稽古、はい、通してさせていただきました。結構きついんでございますよ。はい。身も心も活性されました。そこで私、お腹が空きましたので、日本の古来よりの伝統食事を頂戴したいと思っております。やっぱりご飯に梅干しですね。じゃあいただきます。かつて昔はね、はい、本当にご飯とそれから梅干し、それからお漬物、はい、もうとってもお漬物が美味しければご飯が美味しいと、そうですね、そんなことでございます。最近はやはりどちらかというとハンバーグとか、もう本当にお肉料理が増えました。そうですね、洋食というか、はい、まあ、1週間に一度ぐらい、はいはい、こういうお食事もあってもよろしいんじゃないでしょうかと。そうですね、はい、日本なればこそでございます。南高梅でございます。美味しそうですね。もう本当に最近梅干しもね、ポチャッと一個こんな大きな梅干しありますもんね。はい、だから、うん、とってもどう言ったらよろしいんでしょう、お贅沢な世の中になりましたですよ。はい、はい、あ、美味しかった。
すいませんどうも。でご飯の美味しさっていうのはやっぱり淡白なものでいただく方がご飯そのものの美味しさってそうですよ ね、 ね味わえますよね、はい、あらご飯だけで結構美味しいのこれこのお米、うん、ですから今、はい、あの自分 の、 あの着てましたものを あんな小さくても今10歳にまだなってませんけど、はいはい、そういう着物の畳み方とかそういうのを習いながら畳むんです。なるほど、はい、あの一つとして無駄なことはないんです。全部すべて、はい、はい、いや私でも畳み方とか全然わからないのでお着物とかいやぜひあのね、はい、あの浴衣でよろしいから、はい、浴衣を着てあの帯を締めてっていうねお稽古をしていただくと着物も着れるようになりますし、畳むこともできますし、はい、はい、もうすべて覚わります。はい、そうですね。狂言だけではなくて、はい、そういうお着物のね、そうなんです。そして旅、はい、旅はお履きになることないでしょ。ないです。一年に一回お正月の時ぐらいでしょ。はい、でもそれが常に旅が自分の身の回りにあると。そういう生活もよろしいんじゃないでしょうかね。あの、はい、静岡だったかしら。食べたのよ。美味しかったよ。美味しそう。うん、まあですから、あの例外中の例外ですけど、今このようにねさせていただいていることが、はい、でもこれって本当にあの今かつて昔、ね、600年前からありますという狂言小謡と並んで昔ご飯と梅干しとかそういうのはあったはずですから、はいはい、あのそれこそ時代をね、はい、考えていただくといかがでしょうか。せっかく日本人に生まれたから、はい、やっぱりこういう日本の文化というか、そうですよ、ね、昔からあることをなんか体験するというか、はい、じゃあ辛くないようにしてあげるから。そうなんですよね。昔ね小さい時はねほらこうやって赤ちゃんの時はあーこうやって食べたのよ。美味しいでしょ。ね。美味しいです。うん、ね。でもやっぱりね、本当にあれですよ。どなたでも一度でいいから体験していただくと。はい、そうですよね。はい。すごくあの。はい、なんとなく言葉に対する日本語に対する、うん、そしていろんな所作ごとに対する全て狂言プロデューサーこと、はい、ナビゲーターの泉節子でございます、はい、私節子花の会という会を持たせていただいておりまして、はい、狂言と皆様をおつなぎするいわゆる狂言を皆様の身近に置いていただいて、そして狂言を鑑賞していただいたり、あるいは狂言のこぼれ話を聞いていただいたり、あるいは狂言のお稽古をしていただいたりして、この狂言をどんどん広げていきたい、泉流宗家の狂言もう頑張って一生懸命広げていきたいと思っております。どうぞそういう会でございます皆様。そして少しだけえ美味しいものをちょっと、はい、もちろんそれはあのホテル様とかその先方様にお願いしてということでございますけれども、必ず食文化がついてると、伝統文化狂言と食文化、そしてそこに泉節子がいるというような感じでやらせていただきたいと思っておりますので、どうぞ皆様応援してくださいませ。どうぞ会員になってくださいませ。よろしくお願いを申し上げます。節子花の会、これから花の会を見ていただくんですけどね、はい、ようこそお越しいただきまして本当にありがとうございます。節子花の会として、ここ約足掛け3年やらせていただいているんでございますが、はい、節子花の会心に、はい、置かせていただきたいな、すっとこう手で触っていただけそうな距離で置いていただきたいなと思いまして、私事ではございまして、嫁ぎまして40年、はい、このうちにですね、はい、
仕えさせていただいたと申しましょうか。前と背中には狂言という字が貼ってあるんじゃないかしらと思うほどですけれども、あの今日のようなこういう会を持たせていただいて、少しでも日本の大変な伝統文化でございます、これは私どもの代で作り上げたものではございません。先祖があって今私どもがあります。先祖の芸があって今私どもがあります。ですからそういうことを心に本当にきつく留め置きまして、心の芯、草冠に心、こかばかしくいきませんけれども、でも今日のようにもういろんなお方がいらしてくださってます。それでこれも全て本当にお人様の、あの手から手、はい、心からここへと、つないでいただいているおかげかと思っております。浜松市からですね、はい、若いご夫妻ですけどお腹に赤ちゃんがあってもですね、ずっとこの会に通い続けてくださいまし、ご一緒に来てくださってました、お腹の中にいらした赤ちゃんがですね、今は休ませていただいたもんですから、設置派なのか、丈夫な大人になっていただけるように、お育ちいただけるようなこともどうぞ、ということで今5ヶ月休ませていただきましたと申させていただいたように、1月はちょっとアメリカの方へ、もちろん TPP、これにも関係あるんですね。あの中には著作物っていうのもございますので、その TPP の中で原産国ジャパン、はい、この所蔵はって泉スクールオブ狂言、はい、その、代表が、ヘッドマスター20、はい、がんのために亡くなりました。それ人間教育、それからアンチエイジング、そして結びの狂言というお話もさせていただきたいと思っております。それではですね、どなたかにですね、乾杯をお願い申し上げたいと思うんでございますが、はい、乾杯。こうやってなんか食事をしながらお話を聞けるっていうんですが、そうなんですよね、間近に感じて、そうなんですね、ぜひあの皆さんちょっと一回いらしていただくとね、はい、様子も分かりまして、ご都合のいい時にいらしてくださって、そうです、はい、いろんな狂言のお話とか、それから生で歌いを聞いていただいたりとか、はい、まあ、1年に2回ぐらいはね、あのホテルの中でも舞台を、仮設の舞台を作らせていただいて、狂言そのものをやりながら設置や花の会をさせていただくということもありますね、はい、やっぱりあの、人たるもの、食べ物、それぞれ好き好きあります。それで趣向もみんな違います。ですけれども、やはりあの狂言の中にもいろんな食べ物の、鈴木包丁のようにね、三枚におろすところのシーンとか、それから運蔵がゆといって、そういうあの、まあ、物語の中にそういうものが出てきたりとか、やっぱり狂言の中にね、食文化が入ってるんですよ、はい、ですから今は現代ですから、あのこういうそれこそお肉とかいろんなものがありますけど、昔お肉って本当に日本なかったんですか。どうもすみません。そうですね。これは一通ですかね。あの前田公の時代ですから、ね。どこで入ったんですかね。確か江戸ちょっと前か江戸時代ですよね。ですからそういう点から言ってもね、皆さんに あのセッチーの会で あれをいただいた時とか、そういう思いでつないで残してっていただきたいと思うんですね。はい、これもね、長女の長男の和秀なんですけど、はい、今年ね1月に初舞台踏ませていただいて、もう今や狂言が面白くて、はい、いろんなことに興味があるみたいで、そうなんですね。狂言やってる時はもう本当大人みたいな、そうなんです、すごく貫禄があるというか、もうなんかね、はい、オーラがすごくて、そうそう、はい、ありがとうございます。もう本当にピッと背筋を伸ばしてね、あれさせていただいてるんですけど、はい、ですからあのいろんなあの社会の中のいろんな方がいらしてくださって、はい、学校の先生だとか、あるいは会社経営者の方だとか、はい、あるいはまたあの、テレビ局ケーブルとか、はい、そういうところの方とか皆さんいらしてくださって、はい、それぞれね、はい、応援していただいて、方々様の方にね、続けてまいりたいと思っております。
表現を分かっていただきたい、知っていただきたい、そしてつないでいっていただきたい。今日は、ね、本当にあの時間がありましたので、あの泉元山も、はい、千地花の会に出てこれたんでございます。600年前に、あ、そうです、はい、させていただきますよ。そして受け継がれてきたものでございます。最初の一曲をよー扇をこう受けて持ってこっちで見て、はい、これ礼儀ですから、はい、座ってる時も立ってる時も扇は常にありますの で、はい、で今立ってですから、あのちょうど胸のバストのちょっと下のところで持っておりますね、はい、それで正座の時には扇を下につけて膝の右膝の上で持ってましたね、はい、長女の子供の泉京子です。今9歳ですね。これはあの長男の泉和秀ですね。4歳ですから。ちゃんと。はい、ウサギの風景が見えますよね。私この子の歌いを聴いてても見えるんですよ。はい、次の一曲が七つ子という演目でございます。流儀が変わりますと七つになる子というような題名にも変わりますけど、素直な気持ちで好奇心旺盛で、これからも元気で、小娘のような、すいません、少女のように活躍してくれることということで、史上初女性狂言師泉純子、十世三宅東区六谷の女性狂言師姉妹で、狂言交代七つ子をご披露申し上げます。上手になる子がいたいけなこと言った殿が欲しとうとだ。本当にね、こう姉妹でこうやってやらせていただきますでしょ。あのもっとこれからね、年をとあの本当に重ねまして、例えば50、60、70、まあ私はいくつまで見れるのか分かりませんけどね、本当に2人あってよかったと思います。はい、そもさでも我が世は踊りの女みたいか、踊りの女みたくば北様へおじゃれの。最後になりまして、私、泉元山歌わせてくださってるんですよ。歌わせていただく歌いです。はい、妙とは仲良くしなさいっていう歌いなんですよ。途中でね、はい、
着られてますけどね、倉庫が、ね、やめたのではなくて、はい、編集のところでね、はい、言葉は室町時代に使われておりました。600年前の日常を武士が使っていた言葉言われております。その中で、今でも皆様にすぐに耳なじみのいい言葉を選ばせていただきました。よいやよいやという曲、言葉がございます。これは、いいぞいいぞ、よろしくお願いいたします。よいや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 、吸った言葉を息を全部、いやよいやよいやよいや。皆様に600年前変わらない景色を一緒に学んでいただければと思います。お願いいたします。本当によいやよいやは、いいぞいいぞっていう意味ですから、はい、はい、よいやよいや、はい、よいやよいや、よし足しげくセッチ花の会に運んでいただいて狂言のセリフと申しますのは全部が決まり事です。いいよいよいや、はい、よいやよいや、よいやよいや、はい、よいやよいや、ね、はい、いろいろいっぱいいろんな景色、はい、それこそ風景を歌ったもの、恋心を歌ったもの、それからもういろんなものございますので、ぜひ一曲なりとも覚えていただきまして、それをまたお正月とかいろんな場所で歌っていただければいかがかと思っております。ぜひよろしくお願いをいたします。背景を背負いながら、いろんなことがありながら、でもその自分の与えられた道、いわゆる我々ですと狂言道、これをどういうんでしょうかね、生活の中に噛み込みながら、からそういう時代から今度は戦後復興の時代に入ります。そうしますと泉元秀の場合は小学校から移動芸術祭、今現在続けられております。日本にオリンピックとかそういうものが来まして、そして今や日本は恐ろしいほどの発展をされられております。で、起きなくてもいい自然のこの地震に遭いまして、大変なことが起きております。今日本で一番大事に検討されなきゃいけないのが原発だろうと思っております。誰しも本当にスイッチ一つでうち中のことがやれてしまう。この、はい、セッチー花の会と書かせていただきました。はい、今年70になってしまいますので、はい、多分7月前に70になるんだろうと思いますが、びっくりしました。でも70という年はですね、はい、60が折り返し地点であれば、あ、そうか、党の人がこれから頑張って生きていきますよ、かわいい党というと称賛です。ちょうど京子ちゃん今10歳になるのね、今年。返事が来ないけど、そうですよね、そうすると4年生ですね。もう皆さんとっても楽しい会ですから、はい、はい、ぜひいらしてください。はい、これ福の神の笑いです。来月は7月の16日でございます。はい。はい、セッチー花の会もね、もうぜひまたよろしくお願いいたします。そうですね。すごく楽しそうな内容で、はい。もう今どうもありがとうございます。ご覧ね、なっていただきました。はい。はい。まず初めに見ていただいた狂言の小唄なんですけれども、はいはい、あんまりこうお稽古をされてるところって見るの初めてなんですけど、はい、だいたい
あのね、はい、まずお稽古にいらっしゃらないとまず見れない、はい、そうですよね、はい、そしてそうです、はい、口伝で伝えるということなので、そうでございます、はい、そう伝統だから、あんまりこういろんな人に見せてしまうと真似されたりしてしまうこともあるし、 あのね、これって本当に真似はなかなかできないですね、はい、マンツーマンで覚えないと、あのテープに取ったからといって、はい、一人でやってできるものではないんですね。息を継ぐとこから、はい、で深い息を吸う、はい、そこのところはちょっと軽くてもいい息であるとかね、そういういろんなことが含まれておりますから、ぜひ一度マンツーマンのお稽古を、はい、受けてくださいませ、はい、なんかすごいやってみたくなりました、はい、そうですか、はい、じゃあ今やらやらめでたやめでたやなのところをやらせていただきましょうか、はい、あなたなさいます、はい、ここでい、はい、ぶつけ本番で、はいはい、私もついこの間お習いしたばっかりで、はい、はい、それではやらせていただきます、はい、それではご挨拶を、はい、よろ、手をここの膝の上に置いて、はい、よろしくお願いいたします、どうぞよろしくお願いいたします、それで、はい、やらやらめでたやめでたやな、やらやらめでたやめでたやな、お上手ですね。でもすごい、はい、今のだけですごく熱くなるでしょ、熱くなるしすごく集中力も、はい、いりますし、本当、はい、先ほど言ってましたけどアンチエイジングと若返り効果というか、そうなんですよね、活性されて、はい、それでね、あの一人で緊張して、はい、あのやらせていただいてますから、終わりに来ると急ぎたくてしょうがなくなるんですよ、わかります、ね、そういう感じありますでしょ、はいはい、これはすごくいいですね、はい、なんか日本の文化を取り入れるってありそうでなかなかないというか、そうなんですよね、はい、ですからぜひあの皆様もどうぞ今日あのご覧になっていただいている皆様もムーパルさんの方へ、はい、はい、こちらへ、ね、お願いしていただかれば、はい、そこからまたご連絡いただけば、はい、私どもご連絡を折り返しますから、あ、じゃ あ, あのムーパルの方 の,、はい、あのアドレスの方に、はい、あのお稽古希望というのを書いて、住所とか、そうですね、はい、はい、まあ、ここに出てますね、はい、の方に、はい、皆さんご興味があれば、あ、でも、はい、あのこの小唄なんですけれど、はい、1曲覚えるのに大体どのくらいかかるんですか。あのですね、大体、3行ぐらいのお唄で、はい、まあ1ヶ月に2回ぐらいのお稽古で3ヶ月、はい、歌いだけですとね、あ、でも3ヶ月で全部一応あの舞はできませんよ、小舞はね、はいはい、でもお歌いはだいたいあのページ 1ページずつに書いてございますから、はい、そのだいたい縦に流れてるお言葉が3行ぐらいでその程度です。なるほど、はい、あ、でもその3ヶ月ですと、はい、3ヶ月頑張ってマンツーマンで受けていただければ、それが自分のお体の中に入ります、はい、3ヶ月で脳にもインプットされます、はい、もうじゃずっとできるというか、はい、そういうことでございます。はい、で今度ね、あの8月の5日、はい、あの国立能楽堂の研修舞台で、はい、こういう会をやります。あ、そうなんですね、じゃあ誰でもぜひどなたでも、はい、あの一応ムーパルさんへお願いされる方はお願いしてください、はい、それで子供さんはただ、それで親さんはお金をもらいます、はい、それで一応親子でおいでになっても、あの5000円の入場券、でもそれで覚えられて、表現も覚えられて、そして、はい、あの今日の印が欲しいわっておっしゃる方は受付でそれを欲しいですと、一日終了証、この曲、その代わり曲名書きます。あ、素晴らしい、それを、はい、あのやらせていただくんですよ、はい、はということは、はい、もうね、狂言の生存伝承普及、もう前から申させていただいているように、やはり600年来たものは600年向こうへ残していきたいと思いますから、はい、そういう思いで、あの二十世宗家の泉元也、四十八女性狂言師泉純子、十世三宅藤九郎も一生懸命頑張ってやっております、
はい、やはりね、あの幼稚園の子から小学校の子から中学生さんもどうぞ来てください。はい、はい、あなた様も来てください。ぜひ行きたいです。あの、今のちょっと喋っただけでも、はい、本当になんか身が引き締まるというか、でしょ、そして気持ちがいいですね。それでご自分がこの大きな声出るんだわって、はい、感じられたでしょ、はい、ご自分で。なかなかこう日々大きな声出すことがないので、はい、すごく気持ちがいいし、はい、はい、ねえねえ、これ日曜日でございますの、うん、ですからお昼間です。はい、はい、あの確か2時からになっております。はい、あ、じゃあ皆さん時間があれば本当にぜひ、本当にいらしてくださいませ。ぜひあの、はい、頑張って狂言をやはり日本の大切な、はい、あの良き伝統文化として残らせていただきたいと思っておりますの で、はい、 そうですね、そういう気持ちでございます。はい、皆さんぜひ遊びに来てください。あとですね、あの、はい、小唄のお稽古のことで何かちょっと気になったんですけれど、はい、あの練習をするときはみんな装束みたいの着て、あの私どもはやはり浴衣に袴っていうのが多いです。はい、はっきり申し上げて夏も5月4月の半ば頃からね結構暑いですから、はいはい、でも普通の方はどうぞあの今の自分のスタイルに足元だけは足袋、はいね、もし足袋がなければ白い新しいソックス、はいはい、それで履き替えていただいてしていただければと思います。そうなんですね、はいはい、じゃあ結構そんなにちゃんとしなくても気軽な気持ちで、まあ、あの、はい、要するにあの気持ちは集中して、あ、そうですね、はいはい、そしてやっぱり緊張して、はい、そして一つのものを自分が覚えるという、そういうものを心にお持ちになっていらしていただければ、はい、あの別にあのお召しになっているものこれじゃいけません、はい、ということは申し上げません。なるほど、はい、そういうことでございます。浴衣とかでもいいんですか。浴衣でいいですよ、浴衣で浴衣帯でいらして、はい、ね、それで、はい、ちょっと、はい、ちょっと自分ね、興味がでしょ、はい、だから自分で普段着る機会がない、はい、せっかく買ったのにこの浴衣、はい、花火大会一回来ただけで終わったわっていうお方はどうぞ浴衣で、はい、浴衣帯で結構ですからお越しくださいませ、はい、そうすると自分の生活にこうリズムができますでしょ、はいはい、それだけでも変わると思います。そうですね、はい、あんまり本当に帯をつけたりとかすることがもう全然ないので、それだけでもやっぱり気持ちが違いますし、はい、違うでしょ、はいはい、ぜひかでしぜひぜひそういういろんな場に、はい、あの狂言というものに興味を持っていただければと思います。はい、そうですね、あとですね、はい、狂言でその昔生きていた方の狂言をやるときっていうので、はい、気をつけることとか、はい、あのね、私どもは、はい、あの泉流宗家 の、 あの中の人間があの開かせていただくっていうときは、はい、必ずその方の霊の鎮魂も含めて、はい、このお生きになってらした時代のものをやらせていただきますという、はいはい、お経をあげさせていただいて、はい、そして必ずお参りに行かせていただいてやらせていただいております。やっぱりそういうのはちゃんとした上でやらないといけないですね。そうですね、やっぱりあの、はい、霊を尽くすというか、はい、そのあの霊魂の霊じゃないですね、はい、本当に自分がこれからこういうふうにさせていただくという気持ちの霊を尽くして、そしてその方の生きてらしたその時代 の、 あのその方を称える、はい、だからこう私どもではやっぱり在家の人間ですよね、私どもやっぱりその位を取っとられるのがそれぞれのお寺のお坊様ですよね、はい、でそういう方にお願いして、はい、やらせていただいてます。すごい、そうですね、はい、やっぱりもうそれを最初これをあのお習いし始める時にもうご挨拶に行きます。あ、そうなんですね。そうなんです、はい、明日やりますという時に行くわけではないんです、はい、前もって前もって、そしてそれをずっと要するに自分の心入れにもなりますよね、そういう方のことをやらせていただくという意味でね、はい、はい、そのようにはいたしておりますよ、はい、はい、なるほど。あとさっきのお稽古なんですけれど、はい、あの誰でもできるということで、はい、あの1回で大体 何時間ぐらい、あのね、いえ、あの、はい、皆さん足もしびれてしまいますの で、 ね、ですね、大変でございますので、はい、大体20分あ長くて30分です。あ、それはもう本当に集中してできるような時間帯なの で、 そうで、 す、 そうです、いいですね、はい、それでですから一くだりを覚えていただくのに先代の宗家泉元秀、はい、19世宗家が申してました。それであの泉元や宗家純子東九郎に至るまで、はい、3回繰り返すうちに覚えなさい、はい、それがあの基本でございますので、
皆様方も3回のうちに覚えていただきたいと思います。あのそれはその場で1対1で教えていただいて、はいはい、家で練習したりとかはしないですか？いや、してください。家でもちろん練習して、ただ中でしっかりここに入っておりませんと、はいはいはい、そうですよね。全然違う自分であのお作りになった想像 の、はい、発声法になっちゃうとちょっと困りますけどね。はい、なるほど、はい、そういうことです。はい、素敵なお話、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここで一旦お知らせです。こんばんは、桂小文治です。私の桂小文治落語集はいかがでしょうか。アルメル団子さだめしいい味わいになるであろうの。もう何も聞こえない。分かったね。その話いいの分かってるってんだよ。わっいうふうにできるのに。どうです、この流れのこっちは。私何だか知らないけどね、さっきからあたりおじいばっかりしてます。いつ芝の浜行ったんだい。どうしたんだい。また夢になるといけねえ。番組も終わりに近づいてまいりましたが、あの先ほど見ていただいたあの稽古なんですけど、はい、あの ご興味がある方はぜひあのムーパルの方にあのメールいただければご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。あとせち花の会というのはどうやったら会員になれるんですか。あのですね、はい、ですのでもしムーパルのこのあれを見ていただいてた方は、はい、またそれこそ恐縮ですが、はい、ムーパルさんの方へお願いしていただければ、はいはい、私の方が受け取りまして、そしてご案内を送ります。はい、はい、そうなんですね、はい、本当セッチー花の会もすごく楽しい内容で、もうとっても、はいはい、ぜひ、はい、狂言をそばへ置いてください。はい、そういう会です。はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。と告知などあればお願いいたします。はい、はい、8月の5日、はい、夏休みですね。それで日曜日になりますけれども、どうぞあの大人の方も、それから幼稚園、小学校、中学校の皆様もどうぞ実際に体験をしていただける、はい、でもちろん狂言もご覧になっていただきますという会をさせていただきます、はい、それであのこのもう6月の30日ですけれども、これはお寺様です。和田堀廟所っていうところがありまして、はい、永福の方ですけど、はい、そちらで川上という狂言、なかなか出るの少ないです。そうなんですね、はいはい、その狂言もやらせていただきますし、はい、それでまた来月は九州の方でお舞台がありますので、その、をお流ししたいと思っております。次回に、はい、文字の方もご案内させていただきます。はい、楽しみにしています。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。泉流狂言のいざない、いかがでしたでしょうか。番組では皆様からの感想、応援メッセージを募集しています。アドレスは泉流アットマークムーパル .jp です。お待ちしています。次回の放送日は番組ホームページから告知します。ムーパル .jp へアクセスお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。ありがとうございました。